アップアップガールズは日本の女性アイドルグループ。アップアップガールズの妹分として2017年結成。所属レコードレーベルはタワーレコードのアイドル専門レーベル T パレットレコーズ。S シングル A アルバム11月8日東京日本武道館にて開催されたアップアップガールズ初の東京日本武道館公演。 アップアップガールズ日本武道館超決戦ボリューム1にてアップアップガールズと称した2期メンバーオーディションの開催を発表。新プロジェクトで選ばれたメンバーがどのような活動をするのかは決まっておらずアップアップガールズの追加メンバーや妹分ユニットライバルユニットのメンバーとして活動していく可能性が合わせて示された。2月25日オーディションの合格者として 吉川真宙、梶藤、あや、橋村美智子、後萩千夏の4名を発表、アップアップガールズの妹分として活動を開始することになった。3月18日、中尾キリンを追加メンバーとして発表。4月16日から7月17日まで行われた、アップアップガールズの全国ツアー、アップアップガールズ、ライブズチェンジエボリューションにオープニングアクトとして出演。 5月9日、アップアップガールズ両英面シングル、アッパーディスコ、フォーエバーヤング発売。アップアップガールズのメンバー計5名が、コーラス参加、ジャケット写真、ミュージックビデオに出演。7月8日9日、神奈川、横浜赤レンガパークで開催された、アイドル横丁夏祭り。2017の両日に出演。グループにとって、初の野外夏フェス出演。 8月15日、アップアップガールズのデビューシングル、3?3?2 の足ダンシングを T パレットレコーズより発売。9月16日、10月8日に開催される台湾公演、アップアップガールズセレクトミックスチームバンドじゃないもん。スペシャルツーマンライブイン台湾の出演メンバーとして、アップアップガールズから吉川、カジトーアップアップガールズから森崎いつき。 サホアカリ、関根あずさの、敬語名が発表された。10月7日、テールフェスティバルインタイワンに出演。10月8日、アップアップガールズセレクトミックスチームバンドじゃないもん。スペシャルツーマンライブインタイワンに出演。11月26日、秋葉カルチャーズ劇場にて、単独イベント、秋葉で単独。開催。1月1日、両英面のセカンドシングル。 土砂降りのテラス席、冬とてとて発売。2017年夏実施された、ツイッターフォロワーアップアップキャンペーンで優勝した、吉川がセンターを務める。4月21日、東京、新宿ブレーズで行われた、アップアップガールズファーストライブアップガニサプライズで、中川千尋と佐々木穂香が加入することが発表された。7月7日、東京、リックウィドリウムで行われた。 アップアップガールズ全グループによるライブイベントアップアップガールズに出演。ツンクをプロデューサーに迎えた CD を3作連続リリースすることが発表された。9月9日から11月17日まで初ツアーアップアップガールズファーストライブツアーアップガニファースト開催予定。12月11日中尾キリンが同月31日をもって グループを卒業し芸能界を引退することを発表。3月3日、秋葉カルチャーズ劇場で行われた、新メンバーオーディション途中報告会にて、新メンバー島崎ゆりや、新倉愛会、森栄震災の3名の加入を発表、お披露目された。6月21日、橋村美智子が同グループの卒業と芸能界引退を発表。7月29日、橋村みちが卒業。 8月13日、ツンク、サウンドプロデュース第4弾、シングル、B.E.Lonely Together 発売。11月12日、グループ初となる、フルアルバム、青春ファースト発売。1月7日、初の大森康子提供曲収録シングル、世界で一番可愛いアイドル、シ・知ってるもん発売。10月4日、9枚目のシングル、どのみちハッピー。 雨に歌えば、愛について考えるよ。エンドロール発売。参加シングル単独ライブコンサート合同ライブ、コンサートライブイベント、音楽フェス。ありがとうございます。